HR's スペクトル型ユーソティータウリ型星、ヘルビヒアエ、BE 型星褐色 Y 星、純褐色 Y 星、白色 Y 星、赤色 Y 星、純 Y 星、b 種系列星、OBAFGK、純巨星、巨星、バリウム星、赤色巨星、青色巨星、輝き巨星、超巨星、赤色超巨星、LBVWR 型母子極超巨星、絶対、等級 A 型種系列星は、スペクトル型が、A。 高度階級が V の核で水素の核融合反応を起こしている主系列性である。太陽の1.4倍から2.1倍の質量を持ち、表面温度は 7600K から1万 K の間である。この型に属する構成は、スペクトル中の強い水素のバルマー系列の吸収線によって区別される。主系列性全体のうち、 A 型主系列性が占める割合は0.5%に過ぎないと考えられている。アルタイル、シリウス A、ベガ等がこの方に分類される。シリウス A とシリウス B の連成形の創造図。図中で大きく描かれている方が A 型主系列性であるシリウスである。A 型主系列性は対流層を持っておらず、そのために構成磁場を持っていないと予想される。 その結果として、A 型主系列星は、強い恒星風を駆動することができず、強い X 線を放射する機構を持たない。2019年7月、天文学者らは、秒速 1755km という、これまでに検出された、どの恒星よりも高速で運動する A 型星 S5、HVS1 の発見を報告した。この恒星は、南天の鶴座の方向。 地球から2万9000光年離れた位置にあり、銀河系の中心部にある超大質量、ブラックホールいて、在へと重力的に相互作用を起こして弾き出されたものである可能性がある。構成の MK 分類、ハロルド・レスター・ジョンソンとウィリアム・ウィルソン・モーガンによる1953年の改定されたスペクトル分類では、A 型 Y 星のスペクトル標準星として多くの構成が、 リストアップされたが、これらのすべてが、現在までスペクトルの標準性として生き残っているわけではない。MK 分類において、アンカーポインツとダガースタンダーズとして挙げられた A 型主系列性、つまり現在まで A 型星の定義として変わらず、用いられ続けている構成には、ベガ、オーグマザガンマ星、フォーマルハウトがある。 モーガンとキーナンによる1973年の MK 分類についての重要なレビュー論文では A3V から F2V までの間の方にはダガースタンダーズとしての標準性は上げられていない。その後1978年に HD23886 が A5V の標準性であることが示唆されている。リチャード・グレート・ロバート・ギャリソンは 1987年と1989年の2本の論文で A 型 Y 星のスペクトル分類法についての最も最近の寄与を行った。これらの論文では高速時点する A 型星と低速時点する A 型星についてのスペクトル標準をリストアップしており、例えば HD45320、HD88955、水蛇座2番星、 コジシザ21番星、クジラザ44番星が含まれる。モーガンの論文やグレート・ギャリソンによる論文で挙げられている MK 分類の標準性のほかにシシザデルタ星も標準性として用いられる。なお、A6V と A8V については標準性として挙げられたものはない。A 型星は典型的には数億歳と、若く、また多くは 恒星単独での放射に予測されるよりも多くの赤外線波長での放射を行っている。これは赤外超過として知られる現象である。赤外超過は恒星の周囲にある惑星が形成されている現場であるデブリ円盤のゴミからの放射が担っている。太陽系外惑星のサーベイ観測では重い惑星は A 型星の周りで 一般的に形成されることを示唆されるが、これらの惑星は、視線速度法を用いて検出することは難しい。これは、A 型主系列星は、多くの場合非常に高速で自転しており、スペクトル線の線幅が非常に広くなってしまうため、高転する惑星によって引き起こされるスペクトル線のドップラー効果を測定するのが難しくなってしまうことが原因である。また、 構成が明るいため惑星が手前を横切った際の減光率も小さくなり、トランジット法でも検出は難しくなるという観測上の困難点が存在する。しかしこのような重い構成は進化して低温な赤色虚星となり、この段階では時点はより低速になるため、視線速度法を用いて測定することが可能になる。そのため、かつて A 型主系列性であったと考えられる。 低温な巨星の周りに惑星を探すことで、A 型種系列性周りでの惑星形成を理解しようという研究が行われている。2011年初頭の段階では、ポルックスやケフェウスザガンマ星、リューザイオタ星などの進化した K 型巨星の周りに30個程度の木星型惑星が発見されている。幅広い種類の構成を対象とした視線速度法を用いた。 境外惑星サーベイ観測では、太陽の2倍の質量を持った恒星のうち6個に1個は、1個以上の木星サイズの惑星を持っていることが示されている。なお、太陽に類似した恒星の場合は16個に1個の割合である。ケルトマイナス9とケルトマイナス 9b の想像図。上記の通り A 型主系列星の周りでトランジット法を用いて、 境外惑星を検出するのは難しいが、近年では発見報告も存在する。2017年時点では、トランジットをする境外惑星は、A 型星の周りでは6個のみが発見されていた。また、より高温の B 型星周りでは発見報告が存在しなかった。2017年に、ケルトマイナス9を公転する惑星ケルトマイナス9。 B がトランジット法により発見されたが、この主性であるケルトマイナス9のスペクトル型は、A0V もしくは B9.5V と A 型主系列性と B 型主系列性の境界に位置している。ケルトマイナス 9B は、平行温度が 4050K、恒星の放射を受けている昼面の温度は 4600K と、K 型主系列性並みの高温となっており、 2020年までに発見されている中で最も高温な境外惑星である。また、主星のケルト -9 はトランジットする境外惑星を持つことが確認されている構成としては最も高温で最も重く、最も高度が大きい構成である。なお、2020年の時点で平行温度が2番目に高い境外惑星は WASP-33B であり、 主星の HD15082 は A 型主系列星である。2020年の時点では A 型星を光転する境外惑星は20個程度が検出されている。その他に、境外惑星、あるいはその候補天体が発見されている A 型星の例としては、ホーマルハウト、ガガ、ザベータ星、HD95086 がある。この論文では、 従来の標準性と改定された新しい標準性を区別するため、後者にをつけており、これをダガースタンダーズと呼んでいる。高速で自転しているため、極半径と赤道半径で値が大きく異なる。ありがとうございます。